で、百121型で、百121伊勢電気鉄道で百121、軽電車は、伊勢電気鉄道が1926年に導入した、制御電動車形式の電車である。後に、関西急行鉄道に引き継がれも5121型となった。保有企業の合併、解明により、運行を終了した時点では近畿日本鉄道に、所属していた。四日市とつを 直接結び、伊勢湾中部沿岸地方への鉄道布設を起とした伊勢鉄道は、1915年に一新、田町白子間を部分開業。その後も延伸を繰り返し1924年に津市四日市間が開業した。しかし1924年の利用者は前年の半分まで落ち込んでいた。これは、 自動車や商船に旅客が転移したと考えられており、自動車に対抗するため、また電車における高頻度、高速運転を行う必要性から、同社は電化を計画。1925年10月に電気動力併用認可を申請。翌1926年3月に認可された。そして1926年12月の電化完成に、 最新伊勢鉄道を改め伊勢電気鉄道向けに、デハニ101型と共に製造されたのが、本形式であった。本形式は、以下のように構成される。製造は、日本車両製造である。本形式の特徴は、同時期に製造された愛知電気鉄道電7型と、全く同一の車体構造を持つ点である。そのため、最大寸法は、全高ミリメートル。 全幅 2641mm、全長 16888mm の半高性であり両運転台。運転台は前後車端部のつま面向かって、右側にそれぞれ設置している。側面の窓配置は D2D10D3 であり、運転台側には乗務員扉がなく、車掌台側のみ 433mm 幅の 狭い引き戸による乗務員扉を設置するというレイアウトとなっている。角、側窓の上下にはそれぞれウィンドウヘッダーウィンドウシルと呼ばれる補強体が存在する。つま面は中央に貫通扉を設けた3枚窓構成である。屋根は浅く屋根状には歩み板が設置されていた。通風機はガーランド式で左右のランボードの下に等間隔で設置されている。 客室も同一であり客用扉間の中央部側窓6枚分に24名分の固定クロスシートを備えており、その前後の客用扉を挟んだ前後2枚ずつの側窓に該当する部分にロングシートを設置した。塗装については、デファニ101型と同様の小豆色としており、関西急行鉄道に合併された際に緑色になっている。 その後1959年頃からは近鉄マルーンになった。主要機器についてはデファニ101型と同様であり、主電動機は K7 から 653A で4 8ットのものを4機、吊り掛け式で走過している。制御機も同一の HL 型でありブレーキは非常直通ブレーキを採用した。ただし台車は異なり火車の D 型である。 伊勢電気鉄道を合併した三宮急行電鉄は、1941年に、関西急行鉄道に改組した。この時に改版が行われ、デハ121型はも5121型となった。その後1943年に座席をすべて、ロングシートとしている。また時期は不明ながら、更新工事前までに制御機を ABN 型に、 ブレーキを A 動作弁の自動空気ブレーキに交換している。またこれも時期は不明ながら、手動扉から自動扉になっている。1960年には更新修繕を実施し、ウィンドウシルヘッダーを除去、屋根状の歩み板も撤去となり、雨戸を設置、また運転台側にも乗務員室扉を設置した。また H ゴムをつまめん、窓、段窓の上段に採用し、いる、 バス窓となった。同社は当初より、確定、区間用として、伊勢電気鉄道本線において使用されその後も、養老線、伊勢線を中心に空港1421型などと医両編成を、組使用されていた。1959年の名古屋線改め期直前には、国5421型や制御車代用として、 使用されていたも6241型も6241ととも編成を組み、神戸線でも使用された。名古屋線の改め期において、本形式は対象外となったことから、同じく対象外となったも5111型約5411、合田と伊勢線において、廃線となるまで使用された。廃線後は、養老線に転属し、 1970年11月にも5121が、1971年2月にも5122が廃者となり形式消滅した。ありがとうございます。